どうもクリンです。どうも浦野です。いやいや自分のポーズ考えるそんなんないっす今日ですねクーリンズサウスポーの浦野と一緒にいます。浦野がですねなんとオーダーグラブを作るということで今カメラを回しております。前回ね浦野と一緒にモンスターボックス飛びに行ったんですけどもだいぶね調子こいて20段とか言った結果15段しか飛べなかったよね。そうですね、うん、まさかのまさかのね、うん、でまあ自分は18段その後19段を飛んで、まあ、勝ったということでね浦野にね焼肉をおごってもらったんですよ。まあ、それはね美味しかったんですけどちょっとやっぱ後輩におごられたままってもなんやからっていうのでちょっと今回はねこのオーダーグラブを作るっていうことなんで、うん、ちょっとね自分がねプレゼントしようと思って負けたのにちょっとやっぱり、ね、食べ過ぎたなと思って、うん、グラブという形でちょっとこうね返しとこうっていう。ありがとうございます。でまあなんでローリングスかというと浦野がですねあるプロ野球選手に顔そっくりなんですよ、うん、ヤクルトの小川選手、まあ、皆さんね比べてもらいたいんですけどほぼ一緒です。もう多分ね兄貴と弟ぐらい似てますそんな似てます。似てる、めっちゃ似てる。でね俺らがそれでね小川選手小川選手っていじってたらね小川選手のローリングスかっこいいですねとか言い出してねそれで今回ローリングスで同じようなモデル作ってみるかみたいなね話からこの企画がスタートします。じゃあ早速カスタムグラブのシミュレーションしていこう。はい、お願いします。ここは軟式で、軟式やね。で、まあピッチャー用で、うん、ここは僕はちょっと今縦型のグラブで使いたいのでずっと横だったんですけど高校で一回縦のグローブ使って、うん、甲子園でちょっとグローブをちょっといただいた時にまたそこで横型を使ってそこからずっと横を使ってたんですけど、うん、縦型使ってた時が一番なんかしっくりきてたなと思って。ちっちゃいのと大きいのはどっちが好きなの？ちっちゃすぎるのも嫌なんですけど、うん、大きすぎるのもあれなんで、まあ、ちょうどいいのがいいんですけど難しいな。難しい。ふわふわしてんな。やっぱローリングスのシミュレーションこうリアルに見えるから分かりやすいね。こんなに分かりやすいのあんまりないんじゃないですかね。写真ベースで変わってくれるからね、はあ、僕は指カバーは今回つけずに草野球から小指2本でやろうかなと思ってて、うん、小指2本でも出さないの？小指2本でも出さないようにしてます。そっちの方が感覚的にいいかなって僕の中であるで。あ、そうなんや、はあ、ヤシっぽいね。なんかヤシピーみたいな感じなのね。そうですねでラベルカラー日本サイズ、うん、これ日本サイズしとかないと使えないからね。あ、そうなんですね、うん、なるほど。好きな色は何色？好きな色はまあ青とかゴールドとかも好きかもしれないですね。ゴールド好きなんだ、はあ、好きな女性のタイプは？好きな女性のタイプですか？グラブに関係ないですキャメルブラックってやつ。あ、もう戻すのね、はい、いきなし戻したのね今。本体カラーもちょっと今回迷ってまして、うん、あの小川選手のダークグリーンがメインの感じだと思うんですけど、なんかダルビッシュさんのグラブにも似てくるね。そうですね、なんでちょっとこれも気になってるんですけど、てかこのラベルのさ、はい、ゴールドと意外にこれ相性いいね。ちょっとこれ結構このままでかっこいいできたかな、うん、できたっすかねこれ。いやでもちょっと一緒だとちょっと寄せすぎかなとも思うんで、うん、そうだね。ちょっと今回もう一個の僕のちょっと考えたパターンで、おお、あるんや、はい、やってみていいですかね、うん、ちょっと今流行りの、ああそっちで攻めるやつね。ちょっとキャメルで、ででも結構これもうかっこいいねこれ。あ、完成完成キャメル一色っていいね。ラベルもさゴールドだからキャメル寄りだし、一色かっこいいっすねキャメル。一色かっこいいねキャメルの。でもちょっと今回、うん、僕青も好きなんで、青好きなんで、はい、あとクーリンズカラーってことで、はいはいはい、ちょっとこのサックスブルーっていうんですかね、うん、これをちょっと入れてみたいなと。あの悪くはないけどやっぱりダークグリーンの方が締まるんだな。かっこいいじゃあもうこれでいいかな。もう一色かっこいいちょっと遊びを変えてします。多分ね、紐2色紐でねこう色遊べるようになったからピッチャーも遊びたいんだろうね。そうなんですよ。じゃあということでね、あの浦野の新しいグラブ、まあ、キャメルメインのサックスということでちょっと楽しみですね、はい、出来次第ですねまた紹介したいと思います。じゃあ浦野君どうもありがとうございました。ありがとうございました。
さあということで浦野のねクラブができたということで今待ち合わせてるので行ってみましょう。なぜここなのっていうね、ぼっち感がすごいですね。ぼっち感が、おこれできたローリングスのグラブ、じゃ早速見せてもらえますか。はい、これです。いい、なんか思った以上に渋いね。そうですね、うん、でもなんかちょっと可愛い系の、うん、可愛い。キャメルって結構いろんなねキャメルがあるけども、ああどっちかこう白みがかってて俺は好きだね。皮もねすごいしっとりしてる。いやすごいんですよ、しっとり、すごい。はめたところも中もすんごいしっとりしてて、ちょっと今までにないグラブかもしれないです、僕の使ってきた中で。あ、そうなんだ。ああこれ影付きいいね。そうですね、なんか割といい感じになったんで良かったです。うん、あ、いい、めちゃめちゃ投げやすそうです。うわ、めっちゃ良くなるな。めっちゃ良くなるね。こんななる、そんななる、やば、そんななる。おー、いい球。あ、これいいわ。あ、いい球。おー、いいね、めっちゃコントロールいい。素晴らしい。新しい相棒を手に入れたクーニンズサウスポー浦野。上田西高校では甲子園に出場、その後は拓殖大学に進み硬式野球を続けた。軟式野球はクーニンズが初めて。慣れない軟式ボールとの戦いの中、結果を出し続けてきた浦野。ようやく軟式に慣れ始めた頃、浦野に悲劇が。右肩痛で戦線を離脱。以来リハビリに費やし、まだ復帰できていませんが、新しいグラブでの彼の活躍、今から楽しみです。以上、浦野の新グラブでした。仲間とあの場所めがけ、朝眠い目をこすって出かける。玄関出る前肩にかけてぐ、気持ちと道具詰め込んだエナメル。半端なし命かけた分、フォーシーズン服は汗だく、気持ちは負けたくないから駆け出す。あの土の上